なあ、どうしたんだよ朝日奈。私ね、あのね、私神谷くんが好き。なんだよそれ。ずっと神谷くんが好きだったの。朝日奈？よかった、言えた、やっと言えたよ。なんだよ突然。突然じゃない、突然なんかじゃないよ。そんな、だってお前は守と、ううん、トリガイと会う前から、中学の時からずっと。分かってる、神谷くんがあの人のこと好きなのは。だから私ずっと。でも本当は私の気持ち、神谷くんを好きなこの気持ち、それだけはどうしても伝えたかった。朝日奈ごめん、私のこと好きになってほしいって、そんな身勝手なこと言ってるんじゃないの。あなたが私たちを守ってくれたのと同じくらい、私もあなたのことを守りたい。え？必要ならドーレムを呼んで私も戦う。だって私もムーリアンなんだから。大丈夫、君はそんなことしなくても。いや、そんなことしちゃいけない。いいの、そうしたいの。だって私ムーリアンにされて初めてよかったと思えるんだもの。ドーレムが扱えてよかったって。好きな人の助けになれるんだもん。ありがとう朝日奈、その気持ちだけで僕は戦っていけそうな気がする。本当に？ねえ、本当に？今は答えは出せないけど、必ず生きて戻ってくる。答えはその時。それでいいかい？うん、それだけで、そう思ってくれるだけで全然いいよ。よかった、本当の気持ちを伝えてよかった。だからね、この世界には赤い血の人と青い血の人がいるの。ふーん。でもね、肌が白い人も黒い人も同じ人間でしょ。うん、そうだよ。血の色が違ってもやっぱり同じだよ、人間なんだよ。でもその人たちって怖くないの？ううん、全然怖くないよ。みんな同じだもん。暑かったら暑いし、悲しかったら涙を流すのよ。私と一緒だね。そうだよ、だから怖がらないで。うん、お姉ちゃんの血が青くてびっくりしたけど、お姉ちゃんなら怖くないよ。よかった、分かってくれて。ほんと、みんなあんな風に素直ならいいのに。ついこの間まで戦争だったんだ、そんなに簡単にはいかないよ。うん、私はアヤトがいるから大丈夫だけど。少しずつ伝えていけばいいよ、ヒロコは優しいから。そうだね、私は私にしかできないことがあるもの。ムーリアンと人間の橋渡し、一生かけてやりがいのある仕事だよ。応援してるよ。理解のある恋人がいて私幸せ。これからもずっと一緒だね、アヤット。